2017年もいよいよクライマックス。衝撃、感動、激闘。2017年新日本プロレスの熱き戦いを一挙振り返る。ハイライトオブザニュージャパンプロレスリング2017。運命はどちらに転ぶ。試合時間はすでに40分を超えています。さあ決めに行け。これが王者の誇りが詰まったレインメーカー。てめえらの宝、俺たちに全てよこせ。鈴木さん、今日でとても嫌いになりました。ロースインカペナーベーデーハーボー。なんだなんだ、何が起きた。ザック・セイバージュニアがまさかの鈴木軍入り。チャンピオンとしての意地、子供たちのヒーローとしての意地。ペナルティーキック。岡田、 IWGP 挑戦させていただきます。 We are タグチー。難しいことはもういらない。根性と感情がむき出した。俺たち鈴木が一番。ベルトを投げたり蹴ったりするのは正直嫌いです。いや、全レスラーが全力で戦うからこそ怪我をする人も出ます。でもプロレスラーは超人です。最後まで諦めないのがプロレスラーです。新日本ジュニアの未来をその手で掴んだ口だ。2年ぶり2度目の優勝。口だ、てめえ調子乗ってんじゃねえぞ、この野郎。バジーさあ、どうか全身全霊ピクサスクローバーホールド。ケニーオメガと岡田和親の死闘は60分戦い抜いての引き分け。日本全国戦い様、そしてもう一度行く。今度こそ、いや、新日本プロレスの主役は俺だ。これはダメだろ。いやー、セコンドは4名までです。アイアンフィンガーフロムヘル。最低だ、最悪の事態だ。どっち式、力を込めてのハイフライクロー。皆さん、皆さん、愛してます。面白いな。
やってやるぜ。新たなる自分をつかむため、今宵いぶしは神を超えるか。いぶし、また上がってこいよ。ジェイ・ホワイトの文字だ。いきなりタラストは今見える。はい、カンパ医療メッセージ。あー、ちょっと待ってください。なんだ、最高のフィナーレを飾ったのはイーミン・サナダ・ヨク・オムルヤ。2018年1月4日 January 4th at the Tokyo Dome。 この日、新日本プロレスの戦いが、熱が、鼓動が世界に響き渡る。さあ行くぜ、みんなでプロレス 1.4。 JRA プレゼンツ、ロードトゥ東京。